配管少女実況プレイ始めていきたいと思います。前回すげえ怖い感じで終わったんで、多分怖いんだろうな。やっていこう。もうなんかあそこに死体があったんだよね。やだやだ。古い新聞の切り抜きがある。保護施設の事件の続報。グランツ孤児院の被害者の身元が判明しつつある。孤児院の役員3名、子供2名。なお子供たちには身寄りがないため、身元の判明に時間がかかっている。さらに最新の情報として、少女が一人生存者として発見。これリリーのことか。焦燥しきっているため、体力面でも精神面でも回復してからの事情聴取になると思われる。なるほどね。これがリリーのことか。ここにしとくか。上取れないんかな。これ棚の上に何か光るものがある。手を伸ばしてみても届かない。取る手段か。バケツとかじゃ取れんしな。ここなんかあったんだよな。あ、これを動かしていく。めちゃくちゃ早く動くタイプか。何かの報告書がある。報告書、ローゼマリーの幽霊騒動から数日が経過しましたが、日を追うごとに平常心へと戻っているようです。トニーがからかって触発していますが、彼も不安定なところがあるので慎重に対応していきたいと思います。エリーゼは時々混乱状態に陥ることがあります。自分で自分のことがわからなくなるんです。ローゼマリーはその幽霊の人で、トニーはナイフの人で、エリーズはあれだよね、院長の知り合いみたいな人だよね。なんか、ちっちゃい声でなんか聞こえるな、BGM が。怖。無遊病のように歩き出したり、自分が他の人間だと思い込んだり、三人に共通する治療法としてはとにかく刺激しないことです。本当にね。真実を突きつけず、嘘でもそれを受け入れ、ゆっくりと時間をかけてそれとなく気づかせる。そういう処置が望ましいと思われます。できれば施設の方々にもご協力をお願いしたいです。ということか。それにしてもリリーという少女がここに来てからというものの、エリーゼの発作が収まりつつあります。彼女たちはお互いを思いやり友情を芽生えさせました。これは一番の治療法です。リリーの明るさには私も救われています。あ、素敵じゃん。彼女がここに来たことで少しずつ子供たちがいい方向へ変わっていくことを願っています。精神科医、アルノルト・フォルカ。あ、アルノルト先生ね。アルノルト先生か。電話かけてきたやつだよな。アルノルトが嫌なやつじゃないといいけど。登るよね。セーブしとこう。登った状態でセーブしていい、 いいのかっていうとこあるけど。椅子に乗って棚の上に手を伸ばした。こけたりする？これは、白鳥のオーナメントを手に入れた。あ、いつの間にか降りてる。さあ、何に使うんだろう？こっちは何だろう？わ、隠し部屋？副院長の日記がある。今日の子供たちは比較的安定している。いたずらで鍵が紛失しているようだが、それだけは勘弁してほしい。本当にね、しかも虫の中に入れたんでしょう。立ち悪いよね。アルノルト氏からの突然の電話、リリーの里親が決まったという内容だった。彼自身からも喜びが伝わってくる。いいことだけど、なんて書いてあるんだろうね。請求すぎなのでは。アルノルト氏は若さゆえ一生懸命なのはわかるが、なんというか彼は真面目すぎる。その真面目さがあだとならなければいいが。子供たちの心の傷は深い。特に幼少期にできたトラウマはそう簡単には消えない。表面上でそう見えない子ほど内面に抱えているものは大きい。あ、リリーか？リリーに話すのはまだやめておいた方がいい気がする。希望を持ちすぎない方がいい。とにかく来週サブリナを連れて話を聞きに町へ行こうと思う。孤児院は院長もいるから大丈夫だろう。出発の前に戸締まりを。あれ、また鍵がない。はぁ、なになに、怖いな。雰囲気怖いな、いつも。これは？副委員長がいつも管理してる鍵の収容箱だ。何もかかってないね。開かない。これを開ける方法があるはずだが。鍵穴はないが、白鳥のレリーフのような彫刻の形がある。あ、じゃあもう、答え教えてくれてるみたいなもんや。白鳥のオーナメントを収納箱のくぼみにはめ込んだ。型にぴったりとはまり収納箱を開いた。白鳥のオーナメントを失った。あら。鍵が並ぶように管理されている。あ、二つある。確か、鍵の管理は副委員長だった。何か事件のことを知っていたのだろうか。物置部屋の鍵、ついにかよ。そんだけ？ここにはもう何もない。
鍵二つあるように見えるけど、物置部屋の鍵しかないの？へえ、じゃあなんかまた怒るやん、これ。ここなんかあったもんな。なんか怒る？あ、怖。じゃあ物置部屋行くか。一番怖いような誰かいたもんな。いやー、うわー、なんでさっきまでなかったじゃん、こんなの。この先は幽霊騒動があった場所だ。そうなんだ。物置部屋の鍵を使った。使っちゃうよね、そりゃ。いや、怖。いや、早速幽霊みたいにいると思ったら銅像かスコップもあるな。よし、じゃあ、いろいろ調べてみるか。薄汚れた箱には乱雑に何かが詰め込まれている。何かね。オッケー。わあ、動かせんのかい、お前。何に使うんです？シャベルがある。何かに使えるかもしれない。持っていこう。まあ、とりあえずセーブだわ。何か手に入れたらセーブだ。これ何？あ、動かせんの。ああ、クイーン、ナイト、ビショップってことか。オッケー、了解。本が乱雑に置いてあるだけか。さて、これは何だ？宗教の本が並んでいる。他のものは乱雑に置かれているが、ここだけは綺麗に整理されている。そうなのか。あ、ここなんかあっていけねえな。ここもいけねえんだ。とりあえずクイーンが手前だった気がするから、この辺でいいかな。クイーン、ナイト、ビショップだったっけ？あれ、ビショップ、ナイト、クイーンだっけ？もう一回見に行くのやだな。こうじゃなかった？あ、やった。カチリと音が鳴った。よかった、一発で。覚えててよかった。何の音なんです？近づいてきてんの？誰かが。わあ！本棚がずれて開いたんだ。整頓されてたのはそういう意味か。こんなところに扉が？こんな仕掛けがあったなんて。どこへ続く地下室とかあんの？わ、地下室っぽくないね。何？どこ？ここ。何これ？いや、怖っ。無数のベッドが並んでいる。どこかの医療施設だろうか。怖い、怖い。いや、セーブだ。何か見たらセーブだ。もうだって二度と見たくないんだもん。こういうさ、道があるってことはまた追いかけられるよな、絶対。こういう、息苦しい。暗闇が今にも体を吸い込もうとしているようだ。本当に進みますか？進むしかないんでしょ？本当は進みたくないよ、俺だって。進みたくないよ。全然進みたくないよ。何こっち側が進みたいみたいな雰囲気出してくれてんだよ。何これ。さあ降りていきますか。怖いよ。この階段も登んのちょっとめんどいな。これ追いかけられたとこうやって進まなきゃだな。予習が大事。うわ、誰かいんな。あと手形みたいなのがあんな、ここに。あいつ。あ、消えただろうな。わあ、どんどん進めるじゃん。何の音な、うわあ。さあ、こっちだ、どっち？え、ああ、エリーザがあれなんか、委員長に連れられて実験されたんかな、やっぱり。殺されたんか、ワンちゃん。日記がある。私はなぜこんな場所にいるのだろう。かつて表舞台の第一線で戦っていたというのに。あ、委員長か、外科医の。誰もが私の手さばきに感銘を受け、何もかもがうまくことが運んでいた。しかし時代が変化するとどうだ。みんなが手のひらを返すように見向きもしなくなった。それどころかそのやり方はもう必要ないと私を殺人者呼ばわりするものすら現れた。こういうのあるよね、絶対。追いやられるように行き着いた先はこんなちっぽけな孤児院だ。本当はやりたくなかったんか、お前孤児院を。街のものは素晴らしいと評するが、実際は捨てられた孤児のお払い箱だ。私は絶望した。私はここにいる者たちと同じようにこの世から必要ないものだと。お前そんなこと言うなよ。やばいな、お前。数々の功績を残した私が、プライド高い系ね。だが神はちゃんと見ているのだ。偶然にも孤児院を改装する際に見つけていたこの地下道、その先で小さな実験室のような部屋を見つけたのだから。うわ、こいつ本当にやばいやつだったのかな？いい医者と自分では言うけど、若干サイコパス的な感じだったりすんのかな？もう人をメスで切らないと気が済まないような風になっちゃってんのかな？
戦時中にここで何かおぞましい施術でも行われていたのだろうか。こんな隠された場所で行われていた何かに気な臭さを感じた。だが私の内なる衝動には逆らえるはずもない。私の研究はまだ終わってなどいないからだ。そして都合よく研究対象もある。親戚のね、エリーゼね。エリーザか。エリーゼはお菓子か。美味しいやつね。ここの子供たちは所詮親なし。仮に不良の事故が起きたとしても、誰も関心を持つ者などいない。エリーザ。彼女は正気を失った。子供たちの中でも一番美しく輝いている。この子がいい。この子を使って研究しよう。最悪かよ。逆らえないようベッドに拘束具をつけよう。脳の手術が始まればじきにおとなしい人形となる。はぁ、地獄みたいなことだな、ここは。ここは地獄なのかい？よし、これは何だ？あ、時計の針か。かつて壁にかかっていただろう時計が落下してその役目を終えている。時計の針だけは綺麗に残っている。何かの役に立つかもしれない。かっこいいなぁ、時計の針。何の話？うわぁ、ってことこれ全部エリーザの血かよ。ここが一番怖えんだろ、絶対。いや、どんな、こんな壁見たことないぞ、生まれてこの方。何ここ。はぁ、なんだこりゃ。まあ、ここにセーブしとくか。こっちとか行けたりはしねえんだな。一本道か？一本道なのかい？一本道っぽいな。分厚い壁がある。でもこういう無駄なさ通路が多いってことはやっぱ逃げのパートあんだ。その重々しい扉はまるで侵入者を拒んでるように見える。入りますか？入るしかないんでしょ？全然入りたくないよ、こっちだって。ああ、音が。うわぁ、ここで実験されてたのかよ。凄まじい惨状だな。何これ。作業台のようなものがある。錆びたハサミや医療用メスが乱雑に置いてあり、当時のまま時だけが流れたように感じる。なるほどね。5年前の新聞がある。明らかになった残忍な犯行、孤児院の地下室で、なんだろうこれ、つつましいではないだろうな。犯行が行われていたことが分かった。ベッドの近くには刃物、全身滅多刺しにされたジョジが倒れていた。うわ、エリーザか。すでに亡くなっているが、委員長のハーネス氏がこの事件に関わっているのは間違いなさそうだ。これで犠牲者は6人に増えた。古い新聞さんを手に入れた。うわ、何、進む？話が進むの？ああ、やめて。うわ、こんなの見たくないわ。何を、委員長様。うわ、音も怖いし。怖がることはない。お前、結構やばい顔してるもん。君はとても楽になれる。救われるんだよ。やめて！心が穏やかになり、もう不安や恐怖心を感じることがなくなる。マジ？そんな手術ある？なんだっけ？ロボトミー手術みたいなことやろうとしてる？もう街の連中の目に怯えてビクビク暮らす必要もなくなる。楽にしてあげよう。悩みの種であるアルノルト君のことも。殺すのかよ、アルノルト。来ないで。誰か、もう助けてやれ。ん？あ、アルノルト来たんか、まさか、ここに。やめろ。誰が来たの？リリーなの？お前、何を？リリーまさか死んでんの？もう。ジョジ、滅多刺しの死体って、どういうこと？く、何もかも台無しだ。委員長、これは、わ、こいつも殺す？誰か助けて。え？殺すやん、お前、そんな淡々と。はぁ、何？怖いよ。こっちは？医療用薬品がたくさん並んでいる。危険取り扱い注意と書かれたものもある。で、これは？ベッドの下に何か光るものがある。わあ、めっちゃ可愛いじゃん、エリーザちゃんも、リリーも。これは写真？私とエリーザの。私は、こんな場所があったなんて、そんなことがあったなんて全然知らなかった。いや、しょうがないよ。お前の罪じゃないよ、これは。委員長さんも優しい方だったのに、そんなことをする人だったなんて何も知らずに。エリーザ、ここであなたは、二人の写真を手に入れた。だとしたら、エリーザってなんでさ、リリーを追ってきてんの？私は、ああ、そういうことね。
助けてやるからもう追ってくるのだけはやめてくれ。追ってくるんでしょ、でも今から。何このフェイドアウトする。何？追われるパート来るよね、絶対。私追われるんだよね。やっぱりな。ダメ。何？うわぁ、追われるじゃん、私。今から。来ないで。きつい。やっぱな、もう分かってたわ。だって怪しいもん。あからさまにこんな謎の通路とか。でもお前さ、そうやって右往左往してくれてんのってさ、本当はエリーザをさ、リリーを捕まえたくないんじゃないの？捕まえたくない状態なんだよね、本当は。捕まえたくないけど、仕方なくやってんの。捕まった方が良かった？まさか。当時、僕はあの館の専門医師として雇われていました。アルノルとか、月に二度ほど通っていて、しかし、まさかあんな事件が起こるなんて思ってもいませんでした。子供たちのことを思うと今も胸が痛みますが。今ですか？ええ、そうです。あの事件で生き残った少女のケアをしています。リリーという少女です。アルノルト視点、ここから。で、今からリリーを探しに行くの？ああ、そっか、ここで待ってろって言ったのにリリーは待ってないんだもんな。お前死んでねえだろうな、アルノルト。まさか。あ、じゃあさっきのこれは普通にアルノルトだったのか。ここの後リリーが見たんだもんな、アルノルトの影を。大体の部屋回ってみたら結局見つからなかった。うわ、じゃあさっきの血ってアルノルトの血？残るはリリーの部屋か。アルノルトかっこいいな、お前。一体君はどこへ行ったと言うんだい？アルノルト視点かよ、アルノルトかっこいい。よし。なんかちょっと大人だからな、一階にはいなかったから二階を探そう。リリー気絶してたりする？あ、しないんだ。館は一通り調べた。あとはリリーの部屋くらいだ。じゃあ、リリーの部屋しか行けねえんだな。これなんか怖いこと起こる？セーブしとこ。リリーの時はなんか、大きな鏡がある。自分が映っている。だけか。リリーの時はなんか SOS って書いてあったもんな。リリーの部屋ってどこだっけ？ここじゃないよな。この部屋には用はない。あ、行かなくていい部屋は用はないんだな。じゃあリリーの部屋だけ向かうか。ここか、リリーの部屋。リリーの時入れなかったもんな。確か。入ってみよう。ドアは固く閉ざされてる。リリーの部屋だ。なぜか鍵がかかっている。はぁ、鍵を探すのかよ。結局。どこにあんだい、鍵は。この先は床が抜けてしまっていて進めない。抜けた床はまるで深い底なし沼のようだ。同じ。リリーと同じ感想言ってるよ。ってことは、向こう側になんかあんのか。ここら辺は意味ねえんだもんね。鏡もトリックだったりすんのかな、何かの。謎解き要素だったりすんのかな。アルノルト、お前死んでねえだろうな。このパートで。時計の針だ。まあ時計の針はリリーが持ってるもんな。委員長の部屋行けたりすんだっけ。ああ、これそっか。ここか。エリーザの部屋か。うわー、怖い。もう音が怖いんだよな、エリーザの部屋って毎回。だってリリーの時は何もさ、あの怖いこと起こんなかったのはさ、リリーが好きだからでさ、アルノルトはさ、リリーと仲良くしてたからさ、エリーザちゃん的にはアルノルトのこと嫌いなんだよな、多分。だからアルノルトで、怖いことになるんでしょ、今から。髪切れがある。リリー、退屈だから私と遊びましょう。簡単よ。ぬいぐるみの中を見て。リリーに当てられた手紙、誰がこんなことを。だから鍵があんのか、リリーの部屋の。可愛らしい刺繍が入った日記がある。が、そこには何も書かれてない。嘘だろ。リリーにしか見えない字で書かれてたってこと？大丈夫、おじさん寝てるよ。おじさんがあなたのベッドに寝てるよ。クマのぬいぐるみの背中から中綿が出てる。手を入れていますか？入れるしかねえだろ。何かが書かれた紙を見つけた。うわ、何これ。その裏にまた文字が書かれている。次はベッドの下よ。やだよ、何この彼氏と彼女でやる
イチャイチャゲームみたいなやつ。ベッドの下、どうやって見んだ？何かが書かれた紙を見つけた。次は本棚。オッケー。怖いな。可愛らしい刺繍が、何かが書かれた紙を見つけた。その裏にまた文字が書かれてる。今立っているところから4歩。西へ4歩、南へ2歩。オッケー。1、2、3、4、1、2。おや、木の床板の間に紙切れが挟まってる。紙切れが4枚揃った。青い花。オッケー。青い花を調べるか。これで赤い花を調べたらどうなる？死ぬ？死なないね。花の中を探ってみると鍵が見つかった。ユリの花？リリーの部屋の鍵？とにかくリリーの部屋に行ってみよう。ユリの花の花言葉ってなんだっけ？怖いことだっけ？あ、いけねんか、こっち。じゃあ、もう追いかけられるじゃん。絶対追いかけられんじゃん、これ。アルノルト視点でも。でも、子供にしか見えなかったりすんのかな、幽霊は。あ、追いかけられねえんだ。じゃあ、幸せな時間を過ごしてるね。ユリの花模様の鍵。ユリの花、なぜこの鍵が隠されていたんだろう。なんだろうね。なんか怒る、ここで。すって何？自分で言ってみたけど。誰も映ってないね。よし、よかった。でも、絶対映んだろうな、いつか。じゃないと、あんな風な演出やんないもんね、いちいち。さあ、リリーの部屋行ってみようか。ドアは固く閉ざされている。リリーの部屋だ。ユリの花の模様の鍵を使った。よし、リリー部屋。リリーの部屋です。うわぁ、何もいじれねえし。あちこちに紙切れが散乱している。リリー思い出して。何を？リリーまだ引き返せるわ。あの日何が起こったの？リリーがやったんか、やっぱり。うわ、なんかすべて調べたらキラキラ光るものが。このちっちゃい子で囁いてるのは幽霊が喋ってるってことなのかな？大きなオルゴールがある。何かを収納できるようなメモリアルボックスというのだろうか。で、そのオルゴールの鍵か、これは。リリーの日記？今日初めてエリーゼと遊んだ。ここに来てからずっと馴染めなかったけど、エリーゼに出会えて私は笑うことができた。嬉しい。明日も明後日ももっともっとエリーゼとお話がしたらいいじゃん。私の方が町暮らしが長かったのに、エリーゼは私より外のことをたくさん知ってる。美味しいお菓子のこととか、流行のお洋服のこととか、そして今日は新しいお医者さんもいらっしゃった。名前はアルノルトというらしい。この人も優しそうな人だわ。灰色だった世界から少しずつ明かりが灯っていくような気がする。今日はなぜかエリーゼがあまりお話をしてくれなかった。少し心配になった。私何かしたのかしら。エリーゼとお話ししないとまた寂しい世界に戻ったよ。そういえばローゼマリーが騒いでたアルノルト医師や使用人のサブリナに聞いてみたけど何でもないと教えてもらえなかった。エリーゼが院長様に連れられて物置部屋に入っていくのを見かけた。こっそり覗くと誰もいなかった。不意にローゼマリーが言っていた幽霊事件を思い出した。夜になるとエリーゼは部屋に戻っていた。一体何が起こってるの？エリーザ。俺ずっとエリーゼって呼んでた、もしかして。ついに突き止めた。すごく怖いけど何かあった時のためにここに記しておく。やっぱそうなのか。リリーが全員殺したんかな。委員長先生がエリーザのに何か注射器のようなものを打っていたように見えた。周りにはたくさんナイフやハサミや薬。その時私は体が固まってしまって震えを抑えるためにただただ隠れて見ることしかできなかった。次は本番だよと委員長先生がおっしゃった。エリーザもぼーっとしている。絶対におかしい。おかしいな。怖い。誰にも言えない。そうだよな。みんなが敵かもしんないもんな。だけど私しか救えないんだ。私にしかエリーザは救えない。だってエリーザが私を暗闇の世界から救ってくれたんだもの。そうよ。エリーザのためだったら命だって惜しくない。ちゃんと地下に入る仕掛けも覚えたわ。こっそり物置部屋の扉も開けておこう。待ってて。明日は必ず私が。日記はここで途絶えてる。リリー、お前。リリー、君は本当にどこにいるんだ？どこに？うわー、なんで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 。なんで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 。動けねえわ、動けねえよ。何するつもり？ギャーってこと？リリー。
いつの間にか気を失ってたんだろう。エリーザ、あなたはやっぱりここにいるのね。頭が痛い。目の前がクラクラする。早くしないとあまり時間がない。なんでなんで？時間がないの？僕らには。え、どうなったの？アルノルトは。わ、なになに？何か紙のようなものが落ちている。館のマップだ。ところどころに赤いバツで印がついている。行けば何か見つかるのだろうか。わ、いっぱい見つけたの？裏庭、中庭、食堂。なんだろうね。読めねえわ、あそこ。で、院長室、リリーの部屋。わあ。まあ、とりあえず中庭だな、先。じゃないと、ダメだよ。中庭のスコップだよね、まずは。バケツが置いてある、なぜ？水でも入ってんの？バケツがある。中に赤い液体が入ってる。おい、絶対あれやん。アルノルト死んでんじゃん、もう。アルノルト。あ、怖い。けど何もない。アルノルト、お前の犠牲は絶対に無駄にしないからな。あ、そういうことか。あの罰は、体のパーツか。体のパーツを今から集めていくんだ、罰のところで。食堂でも見つけたもんな、一つ。怖いよ。え、なんか怒る？あ、怒んないね。よし。じゃあ、シャベルで掘ってみよう。シャベルで穴を掘った。体のパーツだよな、多分。中から何か出てきた。うわ、やっぱりな、体の一部右足を手に入れた。怖すぎんだろ、これ。あー、怖いよ。もうちょい、もうちょいやるか。次のマップはどこだ？とりあえず裏庭と手に入れたけど、中庭もあんのか。この中庭にも何かあんだ。じゃあ、何がある？噴水か。じゃあ噴水っぽいな、絶対。噴水がある。水は表面。あ、これバケツですくうんか。あ、使えないわ。そんだけ？え、じゃあ噴水はどうやってやんの？ここには暗くてよく見えないんだもんな。え、でも中庭にもなんかあんだろ。一番最後ってことかな、中庭は。じゃあ中庭は無理だったから、次食堂は取ったから、一番最初に入れた鎧がある部屋の方行くか。鎧がある部屋。うわ、怖い。いちいちほんと扉でビビっちゃう。うわ、血の跡があるわ。なんで？ここに、あ、ほんとだ、なんかあったわ。体のパーツなのか？これも。ベッドの下の奥の方に何かが落ちてる。手を伸ばしていますか？伸ばすしかない。手が届かない。嘘だ。え？もっと伸ばしてみますか？はい。なんで2回選択肢出た？うわぁ！これは。体の一部左腕を手に入れた。よし。今日は終わろう。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。